F ラン代表山口さん、はい、まあまあトイック自体は難しくなってる。トイックの時間は1日どれぐらいってる見ましょう。じゃあ、はい、見たくないわ、見たくないわ。はい、結果こうです。どうも、始まりました、山口さんです。さあ、今回はじゃあめっちゃうまいです。はい、山口さん、ね、F ラン代表山口さん。はい。前回のトイック。前回がちょっと下がっちゃって705点だった。はい、705点が、はい、何月でした？3月ですね。はい。で、この前、今から発表するのは5月の21日の午前の結果ですね。ああ、そうですね。はい、いや、もうだって800点目標。そうですね。ちょっと遠のいちゃって。そう、遠のいたんで、ね。705の前が705の前が何覚えてないんだ。いや、795っすね。795、もう、あ、そうだ、あと5点だ、もうあと5点で。で、言ったらもう90点下がる。90点下がるとかさ、もう、いや、まあまあトイック自体は難しくなってるんですよ。確かに、まあ今日出る動画とかもまさにそのトイック難しくなってるっていうのをさっき撮ってたんですよね。さっき撮って編集してさっき出した投げたんだけど、はいはい、大谷じゃん、今日。今日大谷っす。大谷の、はい、エンジェルスで。はい。で、自信はありましたか、5月は。自信は、まあ、ない。微妙なんですよ、レースをね。まあね、で、まあ、でも、ないわけではなかったです。良くも悪くも。勉強はしてた。勉強はしてました。やっぱ705に落っこっちゃった。さすがにやばいなと思って、うん、まあ、まず、もう一回デール戦やって、はいはい、確かめて、ちゃんと、ね、はい、あの時間配分確かめて、うん、で、公式問題集もやって、うん、見直して、どこがまだダメなのかっていうのを、ちゃんと分析して、うん、一応、臨みましたね。自信はありますか？見ましょう。じゃあ、はい。はい。行きましょう。はい。もうすぐ廃止されてしまう紙。一応届くんですね。まだまだ。まだとこ11月まで。あ、11月まで。そうか。そういうことっす。ただこれの内容もネットで見れるんでね。だから別にもういらないっちゃいらない。あー、取れたから。怖っ。見たくないわー。見たくないわー。見たくないわ。待って。俺も見なかった、今。はい。はい、いつも見れるんですけど。はい。結果。どうだった？俺も見てないからさ。おー、なんで740でした。ダメだ。ちょっと、まあ最近むずくなってんだけどね、トイック自体は。そうですね。IP では超えてるんですよ、もう。IP テスト。IP 過去問だから。はい。やっぱね、まあいい証拠じゃない。前のトイックより今の方が難しいっていうのはある意味。そうですよね、多分。証拠になってますよ。うん、ある意味。うわー、リスニング400。うわ、まあまあ400取れるんだけど、リスニング400じゃまあもう無理だね。800はまず無理。そうですね。で、リーディングの方も400取んなきゃいけないってことだけど。800近い時はもっと400じゃなくて425とか30とかまでいってるんでね。うん、だから450ぐらい欲しいですね。で、リーディングが340だから、だから450。350とかじゃないといけないと思う。まあまあ一応オーストラリア行ってたんだから。あれ、ハセンさんと同じぐらい。ハセンさんこれぐらいなんですか。ハセンさんいくつ見てないのかい。いや、なんか見たんですけど、その細かくは見て。700いくつだったよね。720ぐらいだったか、同じぐらい。一応前回のあるんで。そうですね、比べてみましょう。いやー、そうだったかー。頑張って、フランから坂上を越えようと頑張っていますが、なかなか越えられないですね。はい。では、見ていきましょう。アビリティーズメジャードっていう、あ、正答率見れますんで、そちらを、はい、分析します。最初が、短い会話、アナウンス、ナレーションなどの中で明確にっていうのが、66が平均で88。まあまあまあ高いですね。で、長めの会話、アナウンス、ナレーションの明確にが、平均65に対して80取れてますから、はい。前よりは、そうですね、良、うん、くなった。67。前67だったから、はい、ね、1個目は88で変わんなかったですけど、平均も同じだ。で、次は短いからナレーションなどにおいて詳細が理解できるが、平均82で非常に高いんですね。93と。あ、前回100だったんだね、うん。で、長めの会話ナレーションにおいて詳細が理解できるが、平均69で78と。ほう、まあ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 、これも平均も上がってるし、実質の点も上がってると。で、最後、暗示が58平均で80と。今回も80取れてるので、まあリスニングはやっぱいいことはいいですね、うん、ただやっぱもうちょっと3、4かな、やっぱり上げやすいのはこれだと。78が1個出てるからね、長めの会話において。だからもう少しパート3、4上げられればいいかなと思いますね。リスニングはやってないの、公式だけ。公式ぐらいですね。あ、そうですね、公式だけだと思います。あらら、そうか。まあちょっとリスニングの参考書やってもいいかなとはちょっと思うけど、はい、うん、
次、文章中の情報をもとに推測できるリーディングの方ですけど、平均56、65、まだまだですね。これじゃ全然足らない。次、文章中の具体的な情報を見つけて理解できる平均53に対して59、低い。一つの文章の中に複数の文章間で散りばめられた情報を関連づけることができる。照らし合わせの問題も平均52で59。うん、これも低い。平均をギリ超えてる。800を目指すんだったらね、ギリ超えじゃダメなんで、やっぱ7がボロボロですね、結構。語彙が理解できる65のうちの平均が65で78、これも低いです、まだ。まあ前回と比べたらね、まあ上がってはいますけど、63から語彙は引き続きやってもらわないといけないですね。はい、で、文法が平均69に対して90で、前回と90同じですから。はい、ということで、あれこれもデータで出るんだ。これはデータまだなかった時。なかった時だと思います。そうですね、3月ってないですもんね。そうだったっけ ?3 月。いや、4月からだと思います。4月から。はい。うん、なるほど。だから出る線やったって言ってたから、まあ、文法はさらに磨きがかかってはいるんだけど、でももう90取ってるしね。やっぱ7ですかね。うん。それ7までにまず時間をどれだけ取れてるかっていうのがめちゃめちゃ大事になるんで、そもそも56が遅かったら正答率が高くても意味ないんで、時間どれぐらいとかかかってやってる？56終了時点で、うん、あと55分ぐらいなんですよ。なるほど、もうほぼほぼギリギリ、ま、75分ですもんね、うん、75分で、うん、そうですね、55分だと思う。1時間弱だと思う。もうほぼほぼギリギリ状態でスタートするわけだね、うん、じゃあまあまあそれも遅いね、ボット上げなきゃいけないね。終了時点どれぐらいですか？いや終了、あ、6終了時点ってことですね。だからまずパート5、30問あるでしょ、はい、それを20秒ペースで解くから10分ですね。10分、はい、でパート6が16問あるんですね、はい、で8分、8分、30秒なんで1問なんで18分ですね。18分ってことは残りが57、はい、で57で終わんないんですよ。まず全然終わらない。57分でこれあくまでペースメーカーなんですけど、あと1問1分ペースで解いていきましょうって言うんですけど、1問1分ペースなんか解けないんで普通なので、なるべくこの18分のところをもっと早く解けるようにしない。だから15分ぐらいで解けるのが理想ではあるわけです。多分5は多分大事だと思うんですけど、6でちょっとたまにつまずいちゃったかなと思う、あのペース配分で。そこが1時間残せると理想なんで、60分、うん、うん、そうですね、残せると理想で、だいたいそれでまあ貯金がある状態で進んでいく。まあ、だから自分は時計持っていかないけど、時計がある時はだいたい、あ、はいはい、これぐらい貯金がある状態なんだなって分かりながら見てやってるんで、なんでまずは目指せ15分でこの正答率56で、で 7に捧げると、うん、分かりました。できるように頑張ってください。はい、ちゃんと学校の勉強はもう適当ですか？学校の勉強はまあ最低限で、うん、最低限で、別に適当にはやってないですけど、一応最低限ちゃんと定数物をもちろん出したり、そういうのやってるもんで、うん、英語ですからね、専門。そう、一応で、トイックの時間は1日どれぐらいやってる？うん、1日平均で2時間半ぐらいじゃない。もうちょっと増やしてください。坂上勉強開始しましたからまた遊び放棄したんですよね、はい、遊び放棄したのがやっとちゃんと再開した、再開しましたんで、もう筑波のね大学行ける、もう点数取るためにもう毎日の勉強を再開したんで、いやー、そのとこもしてないぐらいですね。そうですよ、フランダーいるんだから時間あるでしょまあ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 、あるでしょ。カウないとは言えないです。サッカーウェイより少ないよ課題が。確かに少ないですけど、めんどくさいやつが多いんで。じゃあこれから3時間に増やすという約束を今したのではい、それで頑張ってもらいます。はい、はい、じゃあ3、4と7ね、ちょっともうちょっと上げられるように。そうですね、次回は、次回受けるのは夏季の間ちょっと休ませてもらいます。休むんかい。あのインターンシップ行ってくるんで。ああ、多分 9月、今メンバー一人休んでる、もインターン行ってて、はい、で英語使うの？インターン、いや英語は使わないのかな。そうです、でインターンあるんでちょっと休ませてもらいます。はい、クラス800いかなかったら坊主ね。じゃあ、え、全然坊主は、え、坊主なんて思う、ほぼ坊主なんで関係ないノーリスクです。そう、ノーリスクなんで、ちょっとね、まあ罰ゲームじゃぜひ書いてください。はい、ということでした。柔らかいので、はい、お願いします。はい、ぜひ応援してあげてください。はい、ありがとうございました。 Thank you for watching。 Thank you for watching。 いや、でもまあ頑張ってる方ではあるけどね悔しいです、悔しいです。